ドゥンブリーアは、スペイン、ガリシア州、アコリューニャ県の自治体、コマルカデフィステーラーに属し、またコスタダモルテ地域を構成する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は、である。住民故障は、ダンブリーズ、エッサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は90.40%。ドゥンブリーアは、 アコルーニャ県の西部に位置し、コマルカデフィステーラーに属する。北が、ムシーアとビミアンソ、東から、南は、マサリコス、南はカルノータ、そして、大西洋に面し、西は、西の、各自治体と隣接。自治体の中心地区は、ドゥンブリーヤ教区のドゥンブリーヤ地区。ドゥンブリーヤはコルクビオン司法管轄区に属す。住民はナ,ナの教区の72の地区に居住する。 自治体市長は、ガリシア社会党のホセマヌエル・ペケーニョ、カストロ、自治体表議員は、ガリシア社会党、9、ガリシア国民党、1、パイド、1となっている。ドゥンブリーアは7の教区に分けられている。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。